次に山口努議員の質問を許可します。山口議員。皆様こんにちは。一般質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。それでは通告に従いまして順次質問をさせていただきます。1、教職員の多忙化解消について。昨今教職員の長時間労働多忙化が問題になっております。2016年度の文部科学省によると、公立学校の小学校教員の約3割、中学校教員の約6割が過労死ラインとされる月80時間を超える残業時間であり、過大な仕事量による働きすぎは、教員自身の健康を害するだけではなく、授業内容にも悪い影響を及ぼしていますとの発表がありました。そこで、本市における教職員の多忙化解消の取り組みとして、文部科学省の学校現場における業務改善加速事業等の今年度の取り組み内容についてお伺いをいたします。2、小中学校における SNS の活用について。これは先ほど市原議員からも指摘がありましたが、今年11月、大阪の小学校6年生の女子児童が行方不明になり、6日後に400キロ余り離れた栃木県で発見されるという事件がありました。さらには埼玉県の男性が兵庫県の女子中学生を2ヶ月にわたって借家に住まわせていたといった事件も発覚をいたしました。報道によりますと、2つの事件で共通するのは SNS の悪用によるもので、男性は SNS を通じてメッセージを送り、子どもを誘い出したとのことです。本市においても、SNS を介して子どもたちが事件に巻き込まれないか心配されるところです。現在、携帯電話の所持率増加に伴って、SNS を介したトラブルは増加傾向にあると認識をしております。警察庁の発表によると、昨年1年間に SNS をきっかけとして、犯罪被害に遭った18歳未満の子どもは1811人で、過去最高だった前年から横ばいで推移、重大犯罪は前年比30人増の91人で、誘拐は42人と倍増をしております。このような中、本市の教育委員会にはどのような SNS に関する相談等が寄せられているのか、また教育委員会や小中学校では、子どもたちが事件に巻き込まれないように、どのような取り組みがされているのかお伺いいたします。3、骨髄バンクドナー登録について。白血病や再生不良性貧血などの病気は、血液の病気で、薬物治療や骨髄移植や末梢血幹細胞移植といった、さまざまな治療法で治すことができるようになりました。治療の中で骨髄移植や末梢血幹細胞移植については、白血球の方が適合するドナーと呼ばれる提供者がどうしても必要です。骨髄バンクの資料によると、日本では毎年新たに1万人の方が白血病などの血液疾患を発症され、そのうち骨髄バンクを介する移植治療を必要とする患者さんは2000人以上とされています。しかし、骨髄バンクに登録している国内の患者さんのうち、実際に移植を受けることができる方は約6割とされ、まだまだドナーが不足している状況とのことです。治療によって血液の病気は完治する可能性があるということですので、行政としては、ドナーを増やしていくための支援をしていかなければならないと考えます。そこで、はじめに、枚方市における骨髄バンクドナー登録者数を増やすための取り組みについて、また、ドナー登録者数の推移とともにお伺いをいたします。
4、図書館の運営について。枚方市の図書館では、お話し会など、子ども向けの行事を定例的に実施されており、子どもへの読書推進に取り組まれていることと思います。そのような取り組みも重要ではありますが、子どもに対し、身近な大人が読書をしている姿を見せるということも重要で、高齢者の方など、大人に読書を親しんでいただくような取り組みが必要ではないかと思います。図書館では、高齢者など大人への取り組みとして、どのようなものを行っているのかお聞きをいたします。5、成年貢献制度について、認知症の方や知的障害、精神障害により、判断能力、意思決定能力が不十分な方々に対する権利擁護制度の一つとして、成年貢献制度があります。高齢化の進展により、認知症の方も飛躍的に増大することも予想される中、国は平成28年に、成年貢献制度の利用の促進に関する法律を公布し、施行し、成年貢献制度利用促進基本計画についても制定しました。この成年貢献制度利用促進法では、市町村においても、成年貢献制度の利用促進に係る計画を定めるよう努めることとされていることから、現在の本市での取り組み状況についてお尋ねをいたします。また現在、実施しておられる成年貢献制度に係る支援内容及び助成件数についてもお伺いをいたします。6、人海収集者、括弧公用車、事故防止対策について、減量業務室の方々におかれましては、日々のごみの収集など、市民生活を守る環境保全の業務を大変感謝を申し上げておきます。さて、先日の議会初日において、環境部から2件の事故報告がありました。車両台数も多い上に、日々、市内全域における住宅街や交通量の多い場所など、危険な場所が多い状況下を走行され、業務を行っていることもあり、日常の車両事故防止対策が重要と考えます。過去5年間で発生した事故については、直営15件、委託業者24件と聞いております。合計39件、年平均で 7.2 件です。大変多い数でございます。そこでお伺いをいたしますが、減量業務室における事故防止対策については、どのように考えておられるのか、お伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。教育部長、はい、1、教職員の多忙化についてお答えします。今年度の取り組みといたしましては、出退勤システムを活用し、全教職員の時間外勤務時間を校長会等で示し、実態の共有に努めました。また文部科学省のモデル校区である葛葉中学校区の3校に加え、市独自のモデル7校の計10校で業務改善の研究を進め、モデル校の取り組みを市内全体に発信するとともに、週あたり15時間の業務アシスタントを配置し、効果的な活用や配置の研究を進めております。さらに、昨年度末より学校現場や教育委員会に対して、民間の外部講師による指導助言をいただきながら、教職員の働き方に対する意識改革を図っております。続きまして、2、小中学校における SNS の活用についてお答えします。教育委員会が設置しております電話相談窓口、子どもの笑顔守るコール等には、保護者から複数の SNS に関する相談が寄せられております。相談内容といたしましては、SNS 上での誹謗中傷の書き込みや、画像の無断拡散、不適切な動画の掲載などです。
教育委員会は学校と連携して SNS に関するトラブルが起きた際の相談窓口を等を活用し解決に向けて取り組んでおります。また教育委員会は児童生徒が事件等に巻き込まれないように消費生活センターと連携して小中学校の児童生徒およびその保護者を対象に外部講師を招聘し情報リテラシー講演会を実施し、スマホやネットに潜む危険やインターネット社会と人権などについて啓発しており、平成29年度は小中学校合わせて19校で、また平成30年度及び令和元年度はそれぞれ14小学校で実施いたしました。なお今年度1月には新任教員を対象に実施する予定でございます。さらに児童生徒を対象とした携帯電話会社によるスマホ携帯安全教室等を実施している小中学校も複数あり、児童生徒が携帯電話によるトラブルを未然に防ぐための知識や心構えを学んでおります。白井保健所長。次に3、骨髄バンクドナー登録についてお答えいたします。ドナー登録を実施している日本赤十字社によりますと、枚方市における登録者数は本年3月31日時点で1115人です。平成30年は1024人、平成29年は974人ですので、増加傾向にあるといえます。ドナー登録を増やすためには、パンフレットなどを保健所に置いているほか、保健所通信として、FM 枚方で骨髄バンクについて放送した内容をホームページに掲載するなどの取り組みを行っており、今後も情報提供の方法を工夫しています。庁内社会教育部長。はい、次に4、図書館の運用についてお答えいたします。図書館では子ども向け行事のほかに、図書館を利用したことのない市民に図書館を PR することや読書意欲の向上につなげることを目的とした各種行事を行っております。内容としましては、中央図書館エントランスロビーでのコンサートや、視覚障害者聴覚障害者も楽しめるバリアフリー映画会、また大人向けの講座、大人の学校などのイベントを実施するほか、関連図書の紹介も行っております。古満副支部長。次に5、青年貢献制度についてお答えいたします。青年貢献制度利用促進法では、市町村においても青年貢献制度利用促進計画策定を努力義務とされており、福祉部長寿社会部において協議を行っており、令和2年度末の策定に向けて取り組みを進めているところでございます。合わせて権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築や中核機関の整備および青年貢献制度利用に関する助成制度の在り方などを計画に盛り込むべき事項とされており、検討しているところでございます。また現在の青年貢献制度に係る支援内容といたしましては、生活保護を受給しているか、同等の水準で生活しており、かつ身寄りがおられないなどの理由により、市長申し立てによる非青年貢献人の方を対象に、貢献人に係る報酬額相当分を在宅、非在宅に区分して支援しており、平成30年度における助成件数の実績は3件となっております。南環境部長。はい、次に人海収集車（括弧公用車）の事故防止対策についてお答えいたします。減量業務室では事務連絡等で適時事故防止に係る注意喚起、また事故発生事案やヒヤリハットなどについて原因および防止策など情報の共有化を図るとともに、技術的な面では当事業所構内におきまして運転手と作業員が連携を図り、安全運転、安全誘導の実地研修を行っております。また、日々の朝礼におきましては、危険予知トレーニングといたしまして、安全運転、行動目標に係る標語を用いて、職員全員で指差し呼称を行い、職員一人一人の安全意識の向上に取り組んでおります。山口議員。それぞれのご答弁ありがとうございました。それでは、2回目以降の質問と要望をさせていただきます。
1、教職員の多忙化解消についてですが、取り組み内容については分かりました。では、この研究実践の成果と課題はどのようなものでしょうか、お伺いいたします。部長。はい。成果といたしましては、管理職や教職員が働き方を意識しながら業務改善を進めることで、より効果を発揮すること、また保護者や地域の理解や協力を得ることの必要性が分かりました。さらに業務アシスタントは共同の事務負担軽減に有効であることも分かりました。課題といたしましては、教職員が勤務時間を意識して働くという考えが思うように浸透しないこともあり、このような中では業務アシスタントの活用が進まないことなどが挙げられております。山口議員。埼玉県の19市町村ではですね、すでに取り組みを進められておられる、その文部科学省のスクールサポートスタッフの配置など、学習プリント等の印刷業務や授業準備の補助等、教員の業務軽減を図る取り組みは大変有効であると考えております。スクールサポートスタッフ事業は、都道府県単位での参加が必要であ あるとのことであり、大阪府にはぜひとも積極的にこの事業を受託してほしいところではありますが、この業務アシスタントを市独自でも市内全校に広げていただきたいと考えますが、ここは教育長にお答えをいただきます。奈良教育長。はい、教職員の多忙化解消には業務の生鮮や業務量の削減が必要であり、業務アシスタントの活用はその方策の一つであると考えます。業務アシスタント配置の時期や期間、時間数を一律ではなく必要に応じた配置の研究を継続していきます。今後計画している学校園サポート事業等において教員が子どもと向き合うことにより専念できる環境づくりや、教職員にとってより働きやすい職場づくりを推進してまいります。山口議員。はい、ありがとうございます。業務改善加速事業の取り組みやその効果についてお聞かせをいただき、教職員の意識改革を図ることも大切であるとは考えますが、今後業務アシスタントの配置が市内全校に広がり、より有効に活用していただくよう要望します。また、学校運営体制の在り方を抜本的に見直す取り組みも必要であると考えます。国では教員の働き方改革の一環として、勤務時間を年単位で調整する、変形労働時間制の導入を目指す、教職員給与特別措置法でね、給特法ですか、の改正法が先の臨時国会で12月4日に成立いたしました。これは月45時間、年360時間とする文科省の残業上限ガイドラインを指針に格上げし、法的な拘束力を持たないことも盛り込んだ法案です。さらに忙しい時期の所定勤務時間を延ばす代わりに、夏休み期間に連続5日間程度の休日もまとめ取りし、同日など合わせて長期休暇を可能にするのが狙いで、自治体の判断によって21年度から導入をできます。これらをですね、総合的に踏まえ、教師が担う必要のない業務や教師の業務だが負担軽減が可能な業務については、学校現場任せではなく、市や教育委員会が地域社会に理解を求めるとともに、業務アシスタントのような人材配置や ICT の環境整備を図ることなど、まだ学校に関わる事業や行事を生鮮するなど、積極的に学校現場の職場環境の改善を図っていただくことを要望いたします。次に2、小学校における SNS の活用について、教育委員会に寄せられている相談や教育委員会や小中学校の取り組みについては分かりました。SNS の活用の仕方によっては、子どもたちは被害者にも加害者にもなりうるものではないでしょうか。そのような中、
今年3月に大阪府教育庁は、これまでの方針を転換し、携帯電話を原則持ち込み禁止から一部持ち込み可とした携帯電話のガイドラインを作成したとのことですが、枚方市としては今後どのように取り組まれるのかお尋ねいたします。金部長、はい、ガイドラインの作成にあたりましては、昨今の SNS を悪用した痛ましい事件や友人同士のトラブル事例なども踏まえ、児童生徒が被害者にも加害者にもならないようフィルタリングの設定や携帯電話等の使用時間の制限などを記載するとともに、相談窓口の案内なども掲載していきたいと考えております。またガイドライン作成後も、さまざまな機会を通じて児童生徒や保護者に対して注意喚起や意識啓発の取り組みを進めてまいりたいと考えております。山口議員、取り組みについては一定理解をいたしましたが、まだ不十分だと考えます。愛知県刈谷市は、子どもが無料通信アプリなどのトラブルに巻き込まれるのを防ごうと、小中学校が今年4月から午後9時以降に児童生徒に対して携帯電話を使わせないルールを申し合わせるとのことです。さらにフィルタリングサービスの利用、そして、携帯電話を不要に持たせないなど、強制力のないお願いではありますが、自宅における使用規制に踏み込んだ先駆的な試みと言えます。学校と PTA が協議をして、このようなルール作りをされました。子どもたちの反応は意外にも好意的だったそうです。学校と保護者が一体になり、このような取り組みを参考に、本市においても学校家庭で SNS 利用のルールを決め、適切に活用することの大切さについて、子どもたちを守る観点からぜひ実施していただくよう要望といたします。次に3、骨髄バンクドナー登録について、十分とは言えないながらも増加傾向にあるとのことは理解をいたしました。しかしながら、まだまだドナーが不足しているという現実があります。骨髄バンクによると、移植を希望される患者さんに移植が可能な白血球の型が合うドナーが見つかる確率は9割以上であるにもかかわらず、実際に移植を受けられる患者さんは約6割となっております。これにはさまざまな理由があると思いますが、ドナー側の理由で提供に至らない場合も多いそうです。骨髄や末梢血幹細胞の提供のためには、提供方法にもよりますが、数日間の入院を含め、8回前後平日の日中に医療機関へ行かなければならないとされています。移植に至らなかった理由として、通報がつかない、家族の同意が得られないといったことが挙げられていますが、仕事を休まなければならないことによる経済的な負担が理由の方もいるとされております。本市をはじめ、ほとんどの府内自治体におきましては、骨髄提供等を行う職員に対する特別休暇の制度があるとのことでありますが、民間企業では十分とは言えない状況です。ドナーが提供しやすい環境を整えることは自治体の役割ではないかと考えます。実際、令和元年11月15日現在、全国で605の自治体が、骨髄バンクを通じて骨髄または末梢血幹細胞を提供したドナーのための助成制度を導入されています。具体的にはドナーに対して骨髄等の提供にかかる通院または入院1日あたり2万円を、ドナーが働いている事業所には1日あたり1万円をそれぞれ上限額を定めて助成している場合が多いようです。ドナー登録を増やし、助かる命を守るために本市においても同様の助成制度を実施すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。白井所長。ドナー登録を増やすためには、市民にドナー登録の必要性や正しい知識の普及啓発が必要であると考えております。今後も引き続き取り組んでまいります。また議員お示しの助成制度につきましても、
他市の状況を踏まえつつ検討を行うとともに、必要に応じて財政的な支援を大阪府や国へ要望してまいります。山口議員、ぜひともよろしくお願いいたします。ドナー登録を増やし、助かる命を守るための助成制度について検討していただき、一人でも多くの命を救えるように助成制度の実現を強く要望いたします。次に4、図書館の運用について。図書館ではさまざまなイベントが行われていることは理解いたしました。先日私は福島県郡山市立中央図書館の視察に行ってきました。感心しました取り組みがございました。それは映画会です。ほとんど毎週のように実施されており、大人、子ども、高齢者が楽しみにし、毎回ですね、毎回100人以上の市民が来られるとのことでした。また所蔵する映像資料を小学校などに貸し出しておられました。そういった作品を楽しんだ子どもたちは図書館に愛着を持ち、図書館に来館してくれるといった相乗効果を生み出しています。視覚障害者や聴覚障害者も楽しめるバリアフリー映画会の開催も素晴らしいと思いますが、本市においても映画会を毎週のように実施していただくことで、さらに図書館が市民に周知され、読書推進に結びつくのではないでしょうか。市の見解をお伺いいたします。城内部長。はい、公共図書館における不特定多数の皆様を対象とした映画の上映会につきましては、著作権法上の制約などの課題があるように聞いておりますが、議員お示しの事例も参考に読書推進の観点から今後検討してまいります。山口議員、ぜひ、実現いただきますようお願いいたします。次に、先ほどと同様に、視察を行った福島県郡山市の図書館では、本年度の10月1日から電子書籍サービスを開始されました。電子書籍であれば視覚障害者のために音声化することも可能な著作物もあり、そういったものは視力の弱っている高齢者にも有効なものであると思います。また図書館に行きたくても行けない肢体不自由者や、会社からの帰りが遅くなるビジネスパーソンにとっても、インターネット経由で借りることができ、返却もできるサービスは有効な取り組みだと考えます。電子書籍については、本市の図書館ではどのような状況なのでしょうか。また今後の考え方についても併せてお聞きをいたします。城内部長。はい、本市図書館におきましても、電子書籍につきましては、図書館サービスの向上に有効な方策であると考え、調査研究を行っているところでございます。図書館利用者からも導入を希望するといった声をお聞きしており、今後電子書籍をめぐる著作権の問題や業界の動向を注視しながら検討してまいります。山口議員、ぜひよろしくお願いします。中央図書館の6階には大きな多目的室があり、映画を上映するのに適しているように思います。また映画の上映は高齢者などの大人や子どもたちの興味や関心を引きつける魅力的なものと思います。図書館利用や読書活動推進につながる有効な手段であると考えます。また、電子書籍についても、福島県郡山市の図書館では英語やフランス語、中国語などの絵本の収集に取り組んでおられ、その他についても収集のテーマなど絞られており、現在のスマートフォンやタブレット端末の普及状況からも電子書籍の導入は進めるべきなのではないでしょうか。図書館での映画の上映と合わせて実施に向けた検討をしていただきますよう要望いたします。次に5、青年貢献制度について。本市でも青年貢献制度利用促進計画策定に向けて取り組んでおられることについては一定理解をいたしました。答弁では、現在の支援は生活保護受給者でかつ市長申し立てをされている方しか対象ではなく、
その女性件数は3件とのことでした。女性件数を少なくしたいため、対象者の要件を厳しくしているとしか思われません。府内の他市事例では、市長申し立てではなくても、生活困窮と認められれば、助成対象としている場合もあります。いわゆる低所得者層の方で、判断能力が不十分となり、後見人等が必要となった場合でも、後見人等に対する報酬が支払えないため、選任できず、権利が侵害されている方がおられるのではないでしょうか。今後、増加していく認知症の方などの権利擁護を推進していくためには、現存の要件を緩和しなければならないと考えますが、市の見解をお伺いいたします。古満部長。来年度に策定予定としております成年後見制度利用促進計画において、成年後見制度利用に関する助成制度の在り方についても、計画に盛り込むべき事項とされており、議員お示しの先進事例も参考にしながら、研究・検討を進めてまいります。山口議員。来年度に計画策定する中で検討されるとのご答弁内容ですが、私が申し上げた対象者の要件緩和をはじめ、他の手法も研究・検討していただいて、後見人等が必要であるにもかかわらず、経済的に報酬を支払うことが困難な方々の権利を守っていける制度にしていただきたいと強く要望させていただきます。次に6、人海収集者、括弧公用車事故防止対策について。日頃からの車両事故防止対策に取り組んでおられることは理解をいたしました。車両事故以外でも、先の9月定例月議会において、粗大ごみの収集時に積み込んだごみの一部が飛散し、停車していた車両に接触し、損傷する作業事故が報告されていますが、過去にもこのような作業事故が数件あったと聞いております。従事する職員におかれましては、飛散しないよう注意を払い収集しているとは思いますが、通行している市民や従事している職員に接触していたらと思うと恐ろしく思います。そこでこれまで収集時における飛散防止対策については、どのような取り組みをされているのかお聞きいたします。また、従事する職員の作業事故防止の対応として、例えば、関東圏では収集業務の際にヘルメットを着用して従事されている自治体もありますが、現料業務室ではヘルメットなどの着用をどのように考えておられるのかお伺いいたします。川南部長。粗大ごみの飛散事故につきましては、議員ご指摘のように、過去にもこのような事故がございました。それを受けまして、ごみの投入口から飛散を防止するための飛散防止用のシートを必要に応じ使用できるよう、各車両に常備するとともに、定例的に全職員を対象に飛散防止も含めた研修を行っており、今回の事故につきましても、収集作業時におきましては、乗務員が連携を図り、慎重かつ丁寧に、積み込み作業を行うよう指導を行っているところでございます。また安全対策の一環といたしまして、収集作業時には安全作業の基本として作業服等の着用や作業の打ち合わせなど安全作業ガイドブックに沿った注意喚起を行っております。今後も引き続き作業事故の未然防止対策に取り組むとともに、議員お示しの内容も踏まえてさらなる安全対策を構築できるよう調査研究に努めてまいります。山口議員。ただいまですね、飛散防止用のシートを、必要に応じて、応じ使用できるよう、常備されているという、ご答弁ですけれども、それではなぜですね、今回の飛散事故が発生したのか、常備されている飛散防止用のシートをなぜ使用しなかったのかお伺いいたします。川南部長。
9月定例月議会でご報告いたしました飛散事故につきましては、飛散防止用のシートは常備しておりましたが、投入するごみの大きさや種類等により、飛散の恐れがあるかどうかは、その時の職員の判断により活用しております。本件におきましては、シートを使用しなくても積み込めると判断した結果、思いがけず飛散した事故でございます。今後は常に危機意識を持ち、かもしれないという思いで作業に従事するよう指導してまいります。山口議員。ただいまの答弁でですね、今回の採用事故の原因について、飛散防止用のシートは常備しておりましたが、まあ、投入するごみの大きさや、種類等により飛散の恐れがあるかどうかは、その時の職員の判断により活用しておりますと、ご答弁されましたが、飛散防止用のシートは使用有無などですね、使う、使わないかはですね、現場では判断する余裕などないと思います。それならばですね、飛散、収集前の最初からこの粗大ごみ飛散防止用シートのシートをですね、使用するよう義務付けなければならないと思います。過去にも数件飛散事故があり、再発防止対策をしていない結果が今回の飛散事故につながったとおります。つながっております。教訓が生かされず、事故を起こすべきしてですね、起こった事故だと思います。危機管理が欠落をしております。市民、職員の方が大きな怪我をしなくて済んだのが不幸中の幸いです。現在、取り組んでいただいている防止策では十分ではないと考えます。今後、市民や職員が怪我を負うことがないように、飛散防止の構造を装備した車両の有無の調査など、さらなる安全対策、飛散防止用のシートの着実な使用に取り組んでいただきますよう要望いたします。次にですね、先ほど委託業者がごみの収集のための、収集作業を見かけたところ、職務上必要であると思われる作業服を着用していない業者を見かけました。作業服はその業務に合わせ、安全に作業が行われるよう作られているのであると同時に、普段着のような服で作業されると、市民に不快な印象を与えることも十分考えられ、何よりも身なりが整っていないことから、気の緩みが生じ、事故につながるとも考えられます。委託業務を発注している市として、委託業者に対して、どのような指導を行っているのか、お伺いいたします。南部長。委託業者各社には、契約依頼時に業務委託使用書を承諾の上、業務の履行に努めていただいております。その使用書の中に、身だしなみや運転マナー等についての記載はございますが、作業服着用等の記載はなく、各業者に委ねているところが現状でございます。今後は職員同様、委託業者につきましても、怪我などの作業事故防止に向け、作業服を必ず着用するなど、安全対策を講じるよう働きかけてまいります。山口議員。ぜひ、よろしくお願いいたします。まあ、今回は、人海車による運転中の事故や、作業事故についてお伺いしましたが、市の公用車全体においても、事故防止のために、さまざまな対策を講じておられることは、伺っております。しかし、公用車事故の全体の発生件数は、平成27年度は1桁であったものが、平成28年度は24件、平成29年度は26件と、平成28年以降、増加傾向であります。公用車事故が起こっている現状について、市としてはどのように考えておられるのか、どのような事故防止対策を取っておられるのか、これは、長沢副市長にお聞きいたします。長沢副市長。まず公用車事故につきましては、公務に携わっております我々にとりまして、あってはならないことであり、これまでからさまざまな公用車事故の防止対策を講じてきたところでございますが、公用車事故が今なお発生している、こういった現状については重く受け止めているところでございます。今年度には運輸事業者などから引き取りを行いまして、防衛運転や発進前の車両および周囲の異常確認など、新たな取り組みを入れたところでございます。
また所属長などを対象に安全運転のさまざまな研修を実施するなど、高齢者事故の防止対策の強化を図ってきたところでございます。その結果、現時点では高齢者事故の件数は昨年度よりやや減少している状況ではございますが、まだまだ取り組んでいかなければならないと、このように考えております。今後は事故の発生件数のリアル情報、こういったものを全庁的に周知するなど、職員の安全運転意識の向上にさらに取り組んでまいります。山口議員。はい、この数年の短期間にこれだけの事故の報告があるということは、気の緩みや運転技術の過信などから生じる安全意識に対する緊張感の欠如と言わざるを得ません。先の先決事項の報告において、事故発生後にその原因検証や防止に向けた指導や研修を実施されているとのことですが、本当に生かされているのかどうかも疑問でございます。市民の生命、財産を守る大事な立場で業務を担っていただいているわけですから、一件でも事故がなくなるよう、職員一人一人が安全意識と常に緊張感を持って職務に専念できるような指導並びに対策を講じていただきますよう強く指摘をしておきます。伏見市長はですね、改革という言葉をよく使われております。安全に対する改革という言葉は一度も使われておりません。行政のトップである市長のこの安全意識の改革がすべて職員の意識改革に通じるわけですから、市長がもっとですね、事故ゼロを目指すという強い決意と、この改革を身をもってですね、していただいて、さらにですね、安全のこの改革をしていただくよう、これは意見として申し上げます。そして、これ以上ですね、この公用車事故が続くようであれば、町内に伏見市長をトップにですね、事故防止対策安全委員会を立ち上げ、外部の識者、専門家も入っていただき、町内でしっかりですね、それこそ町内で横串の、この横串でですね、検証、再発防止対策など、議論をしっかりしていただきたいと、強く意見を申し上げ、私の質問を終わります。ありがとうございます。これにて山口勉議員の質問を終結します。